こんにちは、ブルーホースです。ということで、13日の金曜日、100年目に破産する社長を演じていきたいと思います。演じるだけだよということでやっていきましょうか。早速4月ですね。いや、なんか前回はなんか草偉そうに投資だとかニーサだとかっていうのをボコボコ語っただけで終わった回だったんで、まあ、今回は何か波乱が起きてくれるといいかなと思います。2年前になるデストロイ号とかで、あー50億がーとかって、あ、じゃあ3年前かボコボコに、ね、やっぱり10年目に波乱が起こるということで、まあ次にでっかーいことが何か起こるの、特急収入なくなってやんのー、ちゃんと使うべきもの使わなきゃいけないんですよ、本当に。もう宝の持ち腐れっちゅうやつ、めちゃめちゃ近づくやん、めっちゃ近づくやん。いいな、12億も持ってて、僕も欲しい。12億あったらもう完全に引退しますからね。もうだって人生 4回から6回分でしょ。ということで、ちょっと待ってね、19マスってことはロイヤルイエス、じゃん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 、23マスの司令、あれゴールになった司令とこだっけ、あ、じゃあ釧路か。釧路はたどり着くことができないざます。で、そっか、たどり着くことできないざますか。じゃあ、こことか。ほげーみたいな感じで、ほげーたーって。ちょっと待ってね。おぉ、なんかすげえ、新幹線周囲とかめちゃくちゃいいな。待って、ここは？あー、突風博物館。なんかすごいな。突風博物館とか。懐かしいだろうな。むつべつ。あ、ここ。あ、でも、3000万で 5% はちょっとしょぼすぎるな。なんかすごいいっぱいいろんなとこ買い占めることができるんだけど、ちょっと私のお女神にかなうような物件がないざますでございますね。それちょっと許すまじき行為でございますよ。と言いながらも、でもね、近づいとかないと、やっぱじゃあ、吠え豚でも買うか。あ、生キャラメルがあんじゃん。もうなんかもう好きか嫌いかで選びましょう。ということで、たどり着きました。買います、買います、ウルホン一番、ありがとうございまーす。そう、2003、あれちょっとなんか上がった。だからまあ結局3億くらいなんか稼げそうな、あれですね、収益になるかもしれない。トピックスです。お前もはや大判焼き売れや。ちなみに皆さんはさ、大判焼きとかさ、なんかその、あの、大判焼き自体をなんて言います？なんかその、僕は今川焼きっていう言い方が好きなんですけど、好きというか、まあそれがなんか、僕の中で定着してるんですけど、なんかあの、嫁さんは今出てきた大判焼きっていうのがなんか定着してるっぽいんですよね。まあなんかいろんな言い方があるからね、あれですけど。うひょー、全部買いやがった、このクソ野郎が。本当にもうこいつすぐもう散財するんだから、お金が手に入れば、なんだ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 、ほんと余計なことしかしないよね。スペシャルカード1、俺につくやん。わーおー、世界最高の体験をしていきましょう。クソー、なんかあのね、釧路ってさ、多分いろんなこうすごいものがあるかと思うんだけどさ、何？もうちょっとこう、なんかさ、その特徴のあるさ、キャラとかを出してくれたらいいのに、全然そうじゃなかったよね。ということで、石見銀山、島根県だったね、石見銀山ね。たらば二刀流、知りたい人からかかってきなさい。このネタマジでわかる人いるかな？わかる人いたらもうマジであのハグしたいんだけど。ハグは気持ち悪いから、とりあえず、これ、どうなんだろうなぁ。虫眼鏡ってさ、こいつの持ってるカード、ああ、そうだよね。そりゃそうなるよね。持ってるカード、お楽しみって何なんだい？歴史ヒーロー、30、現在1人、全部で32人います。そうか、あ、ちゃ。とりあえずじゃあ逃げるか。ロイヤル EX もね、さあ2回だからね。期間延長どのくらいでしたらいいんだろう。どうしよう。で、なんかこっから買いに行けるところ。期間を買うなんて、ガーン！くだらねえって。あ、でもこっちがいいな。4億、すげえな。すげえな。門別。あー、領球ガリガリ語。何？流氷か、流氷ガリガリってどんなやねん。ちょっと待ってね。あかんがよかったかな。あ、ちょ、マシュー。あ、ちょ、マシューがいいのか。あかんは？あー、あかんもいいのか。いや、でも、ここはやっぱ、こっち行こうか。ニューキュートゥルトゥ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 ト
陽気日ちゃんの2つのお山の先っぽちょっとあの茶色かったりピンクだったりするところの先っぽをねクリ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 として、こっちやってきましたね。さあなすりつけられた今その気分はねえねえどんな気持ち、ねえどんな気持ち、でもどうせあれなんだろうな、どうせお前もあれで先っちょスリスリしないでさっさとゴールに向かっていくというね潔しだよね。さて次のターンどうせ僕が飛んでいってあなたたち近づくだけ無駄になるんだよね。だから一匹天山まで近づく過程でさこいつが近かったら結局ねこいつがプラスになってとか何も起こらないまま終わりなんだよね。さあウルリングルリングリーンボックス一件だけなんかもっとこう50件くらいポコッと売ってやったらいいのに本当に。さあ頼みますぜということで、早速なんですが星飛びまだ2枚あるしな。さあどこに行こうかな。ちょーちょーちょ30イブスキかあれ大分だっけねえ初めて見た人どう見てもイブスキって読むことができないよね。サシアドですかとかさサッシーですかとかねあのなんだっけあのロイヤルクッキーじゃなくてなんだっけフォーチュンクッキーだ、フォーチュンクッキーですかとかさ、なんかいろんなことをね、こう考えたりとかするんだけど、また誰か一人の選んでカードを奪うことができそう。これもね、結構いいんだよね。これ特急収容か。いや、新幹線を持てるだけ持とう。新幹線を持てるだけ持って。あー、無理でしたー、ちょっと待って、売る。何かいらないのはいや、でもスペシャルも期間延長もいいんだよな。新幹線、新幹線1枚手に入っただけでも、オッケー、鳴らせよいで、そして2380万円ゲット、ちょ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 。さあ、プル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 回っていきましょうか。さあ、頑張れ頑張れ。てか、最寄りの駅カードってどこに近づくことができるんだろう。その、なんかゴールに近づくことができるのか、それとも、なんか、今一番近い駅に近づくことができるのかとか。だとすればさ、この飛行機とかに乗ってる状態だったら、もっと近いところにいたりとかできたらいいね。なんだ、俺だったら、一マスちょっと損してても、お金じゃなくてカード取りに行くのにな。はい、ということで、あ、そうか、でもどうせカード取ってもね、残念でした。あれでも、周遊って今使ってなかった。使ってたカードも旅させられちゃうんだ。うわぁ、もうドンマイかわいそう。ざまみさらせ。はっはっ。ということで、もうこいつも小銭稼ぎが大好きだからな。わお。じゃあ、とりあえず特急周遊回りましょう。ブーン、ブーン、ブーン、ブーン。まだまだ時間がありま、ニアオは。あ、違う、逆か。こっちから行った方が違う。鹿児島であれか買った方がいいのか。オッケー、熊本買いましょう。あー、トモホールリンクル。熊本でハイテクってなんだろうな。何のハイテクなんだろう。すげえ気になるな。ちょっと、わかる方はぜひコメント欄の方に書いてください。熊本のハイテクってこれですよ、つって。天草四郎とキサとかね。うん、そう。ちょっとまた、熊本の端っこの方行かなきゃいけないけどね。まあ、そこの地域から飛んでいって、なんだっけ、またお前かよ、こいつの時これめっちゃ出てこん ?2 回目なんだけど。赤バスなしにしたけど、もうプラスしかないわ。うわ、しかも虎に翼カードか。絶対こいつゴールさせてやんないからな。ボッコボコにしてやる。さーて、クーローなんかもう頑張って。てか、今のうちに進化してさ、さっさとさ、なんかウルリン、ウルリンつって物件全部売られるとか、そういう目に遭えっていう話なんですよね。じゃあ新幹線から使いましょう。で、たった10マス。どうしようかな。石見銀座こっちの方なんだよね。オッケーです。じゃあ、近づく過程で、でもこれ近づけてんのか。ちょっとね、唐津。あ、イカの池作りとか美味しそうだよね。あ、でもここいいな。3億で 15% だったらまだマシじゃないさ。まあ2億でなんか何パー、20% とか出てたけど、3億 15% だったらいいよね。ちゃっちゃちゃ、しかも2倍だし、ありがとう、ちゃっちゃちゃー、ちゃらちゃ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 。さあ、トピック、9月、何にも起こりまし。おこた、よしよしよし、ありがとうございます。いきなり団子、ね、ステーキがどんどん縮小していく中、私のいきなり団子は、どんどん拡大していきまーす。ごちそうさまでーす。さあ、でもな、結構こいつも近づいてきてんだよな。急行周遊だと、意味もなんか拍手しちゃったよ。ボンビー言ったら、また買うのかよ。これで4倍になるってことだろう。やばいじゃん。4倍になったら何十億。6億くらい手に入るって考えたら、じゃあ6億5千万か手に入るってことを考えたら、めんどくさいから7億の4倍だったら28億だろ。絶対そんなことさせない。そんなことさせるくらいだったら、俺、もう普通にお前のこと抱く。20マスか。20マスか。じゃあロイヤル X で、これ一回使って期間延長を使いましょう。ほい、23ときたもん、釣ったもんだ。浜田全部買える。岩見はギリ買えないんだったら、じゃあ近づいて、ちょっと待って、ここは何がある？急行種特急足踏み、特急買いあさっとくか？
いや、ここはちょっと待って、千崎1000万の 50% と浜田が、あ、お魚センター気になるんだった。お魚大好きなんでね、お魚大好きスシローちゃんということで買っておきましょう。まとめ買い。でもこれな、行ったり来たりができないんだよね。結局一個一個ちょっとじわ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 進んでいくことしかできないんですよね。はい、ありがとうございます。そして再び今月のトピックはドゥン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 、何も起こりません。急騰収入がほんとじわ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 近づいてきてんだよな。ワンツーサンシーゴーロック、岡山買いやがるな。こいつはママカリちゃんだよね。ハクト、なあ、なるほどね。 4億の7%の方が絶対お得だもんね。でもこいつすぐにあれなんだよな、現金使い派なんだよな。でもだから貯金も投資もできないみたいなね、ゴリ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 に貧乏に近づいていくってみたいな。まあ急騰収入使ったところでまたどうせ戻されるって、残念、おしまい、さよならバイバイという、グッバイグッバイ。こいつはまた小銭稼ぎ始めてるよ、本当に。もう行ったり来たり、こいつのターン見てるってマジでイラ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 チンポするんだよね。熱血イライラポーってことで、とりあえず期間延長、使う、で期間延長、休業収入、持続性のあるカードを延長、手に入れてすぐ使うと、短く、あ、2、3回使った、あ、2、3回使、2、3回使いましたので、3回使いましたロイヤルカードで、OK。逆に短くなるってことなんだ。いや、あ、これは使わないです。普通にサイコロで5出します。ほーらー、もう全部俺の味方、ありがとう。マジでもう究極ですよね、私のこのプレイの鮮やかさっていうところ。読み銀山、あ、いいっすね。銀山だからやっぱあれから トレッキングかトレッキングする人たちのね、あの姿っていうのがお見えになるってこと、住民大歓迎でございます。ありがとうございます。ということで7億かということで、7億のかける4倍ってことは本当に20では普通に多分29億くらいになるんだろうな。うわー、えぐいな。絶対にゴールさせられない。それをさせるくらいだったらいわき。フラガール、あー、いいですね。フラダンス、フラガール、フラガールも生まれてるけどさ、あれもないのかな。なんだったっけ、あれです、ウォーターボーイズ、リアルウォーターボーイズもやってるところがなかったっけ。なんだったっけ、あのパイレーツオブカリビアンじゃなくてハワイアンセンターだ、ハワイアンセンター。小学校くらいの時になんか冬かなんかそこあれで、あの温水プールがある施設だったから、冬とかその時期の確かに一泊でなんか行った記憶があるんだよね。うわー、自分の土地をさらに買い占めてやがるよ、本当に。もうこいつすぐ散財するんだもんね。もうすぐ散財するっていう言葉しか俺は要求品に対してコメントがないから、もうとにかくあのもうおっぱいは飽きたから、それそろそろあのお尻の方も撫で回してやりましょうかね。でさ、でね、あの特急収容を使ったのに4マスしか進めないって、おや、貧乏よ、貧乏人の様子が。ちょっと待って、なんかあの今まで以上にちょっとなんかおごそかな音が流れてくるから、やっぱりそうなるよね。久々の貧乏神かなですよね。あ、貧乏神じゃねえ。久々のキングボンビーだな。オーケー。いや、遠慮しないで。ほら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 、来月まで待ちきれませんよ。これでもある程度の資産を持ってたら来月まで待ちきれないみたいな状態になるのかな。ほんと、雷神かわいそうだよな。てか、同じ神様なんだからさ、ボンビーに負けずにさ、俺が神だっつってさ、しっかりと戦ったらいいのに。まあ、でも大した額じゃねえな。もっと50億くらいなんかボコッと売ったらいいのに。めちゃめちゃ売るやん。どんなでっかい物件売ったんだろう、わかんないけどね。うわー、でも68マスでございますか。ということはやっぱりカード使って星止めでくる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 回りましょうね。で、近い売り場はどこですか。おー、いいですね。日光いいですね。たまりませんね。ちくしょう、くる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 。てか日光ってめっちゃ何回も行ってる気がするんだけど。まあ、星飛びのカード売り場だから仕方ないよね。行きたいところで、特急講習、特急集、特急、ちょ、ウルリン、ウルリンは、3枚だから、じゃあ、特急カード2枚買っておきましょう。こういうところが、私ね、貧乏症なんですよ。貧乏症なんだけど、お金に困ったことは人生で一度もないということで、やっぱり確実に着実に人生を過ごしてきているというところでね。はい。私はしかもそれで物欲もないし、お酒もタバコもやらないからさ、ギャンブルもやらないし、すごく健全な男だと、自分で、行っちゃいます、思います。ぶっ飛びぶっ飛び、あれかな、MDMA でも飲んでイグーとか言いながら吹っ飛んでいくっていう感じなのかな。わあ、こいつも近づいてきてるわ。はい、私の土地へようこそ。まあ、ちょっと待ってや、やめてや、やめてや。ボンビ近づいてきてるからってさ、ここでさ、なんかさ、うー、サハラのとお前にはいらぬのだって、なんで俺が被害受けなあかんねんみたいな。あ、なんだ、ただお前が借金を負うだけか。はい、どうぞと勝手に受け。13、なんかちょっとお前手加減してない、絶賛手加減中でございますよね。はい、借金を背負いました。いや、13年目に来てさ、また借金を背負う生活になるってもうどんまいだよね。ざまみさらせ。俺にいらんことばっかしてるからだよ、ほんと。自分の人生を生きるのに必死にならなきゃいけないんですよ。北茨城、北方。いや、片手豆って確かさ、1000万でさ、そうだよね、そうだよね。オッケーオッケー。まだまだ遠いはずだから、これでボコ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 。いや、いいですね、いいですね、いいですね。一気に 140% ですね。はい、5000万の 140% でございます。ごちそうさまでございます。
す。しかも2300万だから実質お支払いしたのは3000万ってことね。ところでさ、自分のルーツをスイタにしたんだけどさ、スイタに全然たどり着くことができなくてさ、いつになったらスイタにたどり着くことができるんだろうなと思うんだけど、そっち方面って最近あれだよね、ゴールになってないよね。今さらイエローカードしてカードで切り抜けようとしたところで意味がないんじゃないの。あなたに今必要なのはお金ですよ。とかまあでも結局あれか、借金をゴリゴリ背負わされたらお金、違うイエローカード止まりなさい。なんだったらもう引き返してさ、イエローカード取りに行っちゃう。何のためにイエローカード取ったんだよって話なんでね。さあ、ボンビラスな世界でお金などいらぬのだっつって、どんどん進ませる。これだったらなんかもうボンビラス制に連れて行かれる方がさ、ボンビラス制でもせいでさ、1億とか2億とか程度のさ、お金をさ、払わされるだけじゃん。ってなるんだったら、もうなんかさ、ボンビラスな世界に連れて行かれる方が私がゴールするんでございます。いわきありがとうございます。昔、なんかいわきっていう先輩がいましたね。岩に鬼と書いていわきという先輩がいましたね。はい。身長180センチ、体重100キロ。試合前には必ずマクドナルドをハンバーガー3つ食べるという恐ろしい胃袋でできた先輩がいました。ちなみにセンターポジションだったのになぜかスリーポイントも打つことができた。今から15年前とかだったらさ、普通にさ、スリーポイントの打てるセンターって貴重な存在だったからね。だからその2013年僕が大学に入り始めたくらいから、だいたいそのステフィン・カリーが出てきたりとかでスリーポイントを台頭する時代みたいになってたところですからね。なんだよ、メルカリ料理屋しかねえのか。メルカリを料理するってどんなんだよ。流し台工場、化学工場、どんな化学なんだろう。ハワイアンセンターのままだったんだね。ヨーロレイヒーって言いながらなんか踊ったりとかするからね。ということで、はい、急遽シューズどんどんゴリゴリ向かってきていただきたいところなんですけれども、これでヒューンとかって戻ることないよね。さすがにあれだよね、一旦でうんちすんなよ。もうあれさ、おっしゃー、いってらっしゃい。違うわ、間違えた。これは1ターン目に最初になった人が必ず陥れられるやつだからな。ボンビラスの世界ではお金などいらぬのだ。どんどんゴリゴリ捨てられて、はい、お前は借金生活、ざまあ見さらせ、10億さあ、どれだけ売ってあれなのかな。全部売っても足りないじゃないの。所詮お前は偽物のお姫様でございますからね。殿様に寄生しなければ生きていくことができないざます。さあ、初めてマイナスの生活を送ることになるんじゃないかね。まあでも虎に翼カードを、ね、手に入れた瞬間に一気にね、あ、でも大葉のマグロがあれだね、売られたってことは、でもそっか、これ独占物件も非常に多いから、そこがなんか結構あれだな、時間かけすぎじゃねえ。もうめちゃくちゃやん。もう早くしても、あなたにそんな使うターンもないしさ、そんなにあなたに使っているターンの中でもさ、私がさ、いろいろと喋れるさ、引き出し等もないんですよ。おお、ついに物件を全て失いましたね。まあでもあれか、なんとか園みたいなさ、畑、農林水産系はなんかあれか、普通に買えるんだったっけ。お、え、もしかしたら前田さん、なんて優しいんでしょう。それを狙ったら、なんていい人なんですかー。ということで、11マスですね。はい、OK でございます。ということで、まずはじゃあ、はした金の、特急カード4000万、高々4000万ですからね。じゃあ、7進んでいって、石巻トカゲ行こうじゃないですか。マンガランド。へぇ、なんか誰かの発祥の地なのかな、マンガランドって。違う、まあいいや、あれよ。マンガランドですか。なんかついに19億とかって、なんか2が、ちょっと待って、やばい。一気に1600、ちょっと待って。そっか、でもさ、どうせ3月になるから、そしてここで俺がね、もうまたがっぽりとね、お金を手に入れることができますからね。そう、トピックスが来た時に、またあいつかよとかって、また陽気かよってなるかと思いきや、もうね、誰もそこね、物件持ってないから、俺だけだから物件持ってるの。うん。てか、でもさ、思った。こんな序盤にさ、なんかさ、すごいこんなさ、はぁ、ロイヤル EX だと、お前にロイヤル EX なんてもったいないわ。しかも貧乏1回で終わりかよ。マジかよ。もっとむさむ、なんだ128って。これは困ったぞ。何？煩悩の数ですか？それは108、尺八。でもどうせまだみんな投資サイコロでじわじわ使っていきますか。でもあんま近づけたな。12？ こっちかだ。ちょっと待って、逆にこっちに行ったら、無理か。でもそうか、所詮1600万。でもそうか、毎月あれだ、今お金が入ってくるから平泉星だけ獲得できるんですよね。中尊寺金色堂、中尊寺グッズ、どんなグッズでん。どうせやれたら全部金かピンか使ってんだろう。さあ、ということで決算やってまいりました。一気に30億、じゃあ300億を超えたんではないでしょうか、私の収益。さあ、一体いくらになったでしょうか。さあ、皆さんがマイナスグリッグリになっているところがお楽しみでございますね。でも収益額が一応2億出てるんだね。来週もシュッと赤字ではないところがなんかたくましいというか、太ぶとしいというかあ、でも31億ちょっと増えてんじゃねえか。なんで前回なんか27億とかだったんで。はい、ということでついに10倍の差がつきました。
300億突破、いいですね、ゴリゴリですね、私に追いつくことは誰も一人もできませんということで、はい、偉そうなことベラ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 喋りましたが、今回は以上とさせていただきたいと思います。はい、ではまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまた、バイバイ。